はい、皆様どうもこんにちは、フジェブです。今日もね、道東の渓流にやってきましたよ。時刻にして12時半、昼過ぎですね。大体もう皆さんね、1ラウンド終わった感じで、こっから午後のラウンドに入るのかな。まあ夕まずめ前までの調子になっちゃいますけどね、始めたいと思います。なんかいつもよりね、水量が多いような気がしないでもないんだけど、そんなことないかな。はい、今ねタックルはいつものマスレンジャーですね。マスレンジャーにシルバークリークストリームカスですね、おタックルでいきたいと思います。それではよろしくお願いします。先行者さんがね、車いらっしゃってて、準備してる間に車出て行っちゃったんですよね。でね、車ちょっと出てくの気づかなかったんで、もうお話できなかったんだけど、入境地点からね、上行ったのか下行ったのかによって全然違うんですけどね。上行ってたんだとしたらアングラーさん入った後になっちゃうんで、また厳しい戦いになると思います。まあ、当然アップで入ってるんだろうな。釣れるかな。人よしよしよし、釣れてくれた。12時3、ありがとう。ちょうど100ぐらいかな。はい、ありがとう。ああ、逃げてった。Thank you。はい、ラパラエリート。たまたま竿抜けだったのか、狙ってないのか。おー、ほれ、連続ヒットだもん。なんか、バレた、バレた。ありがとう。さっきの人、釣り人じゃなかったのかな。はい、また同じエリート方法ですね。よしと。やっぱり、全然、人入った形跡がない。はい、12時3。ありがとうね。バレていいよ。ダメかい。はい、ありがとう。よしと。ちっちゃい。こんにちは。はい、はい、ありがとう。エリート絶好調。いや、今そこ跳ねたね。跳ねたけど、上見てるやつ食うのかな。あれ、来たわ。あー、バレた。残念。ラパラエリート会。あれ、対岸出そうですね。ピンキャスできれば。うわー、ちょっと届かなかった。誘い出せるかな。ダメですね。いやー、これどうした。またヒットしたんですけど、ちょっと針ちっちゃいかな。ちょっと
通のラボラに変えました。土壌カラーかな。おー、人、あばい、あ、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ来た。結構いいサイズ。慎重に行きたい、慎重に行きたい。よし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 、やったーやったやった、ザース、よいしょ、うん、やりました。結構いいサイズあるよこれ。40オーバー間違いないですよね。あ、やばい、あ、やばい、取った取った、逃げられた、そこにいる、そこにいる。これバーブレスだったっけ、簡単に外れてたな。はい、ラパラ一発できたな。いいサイズ、逃げられちゃったけど、いや悲しいな。バラしたわけじゃないっていうのがすごいですね。おっ、またヒット、ちっちゃいの、慰めのちっちゃいの、ありがとう。うん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 、はい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 、ウィーチビニジー、はい、ありがとう。いや、エリート絶好調ですね。ここいるかな。あ、来た、よし、はい、バレた、残念。よしと、追いかけてきたのね。はい、ありがとう。いやー、この雰囲気は出そうですよ。ちっちゃい、おー、バレた。よしと、いやー、なんかこれ、ずいぶんバレるな。多分なんでもなんだけどね。連続バラし。やっぱりなんでもないな。はい、ということで本日の釣りも終わりにしたいと思います。ちょっとね、後半だいぶきつくなってきましたね。前半調子良かったんだけど、40アップのねニジマスも出て、あれちょっと測れなかったのが非常に残念ですね。写真も撮りたかったな。で、その後もね、まあチビサイズだけど結構楽しませていただいたんで、あれですけどね。まあ初夏の同等渓流といった感じでいいんじゃないですかね。たまたま昼下がりにね来ても、朝今日入ってなかったんだろうな。ちょっと火星良かったですよね。非常に恵まれました。それではね、またお次回よろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。あ、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ来た。結構いいサイズ。慎重に行きたい、慎重に行きたい。